はい、まだ序盤やからな。おお、綺麗、揃った、綺麗、今髪の毛まで揃ったで。3ヶ月かけてきたイベントが無事に終わり、心躍ってます。どうも、チカログのチカです。よろしくです。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そしてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当に僕と涼介と、そしてチカログのマネージャーのサトシットと一緒に合同制作という形で一緒に作品をね、作らせていただいて、 B-Funk というね、生バンドとダンスがコラボレーションするイベントに今回チカヤ作品として出演させていただいたんですけど、はい、概要欄の方にリンクが貼って、ちょっとダンス動画もね、ぜひ見てほしいんですけれども、うん、ほんまに楽しかったね。楽しかった。思い出に残る3ヶ月だったよね。せやね、詰まってたね。詰まってたし、まあ個人的にはやっぱその制作過程みたいなんではすごい自分を追い込んで、せやね、すごい涼介にも助けてもらってた部分も多々あるんですけど、まあ、無事に終わったということで、大人数で作品を作る、そしてそれを完成まで導く過程は、うん、やっぱり何回しても新しい発見と勉強と、そして感動があるなっていうのがあって、やっぱ好きやわ俺。いや俺も久々に会ってやっぱ好きやなと思った。ナンバー好き。好き。でまあ今回ね、そのイベントにもですね、僕たちチカログのファンのログミンの皆さんも最前列で応援に来てくれたりとかして、やっぱ直接足を運んで見てくれることへの感謝もやっぱ伝えたいし、僕たちちょっと目標にしているのが、10万人達成した暁には何かそういうプチダンスイベント開催したいなとか思っているので、ぜひそれ開催して見に来てほしいんですけど、いかんせんこう喋ってるだけじゃないぞっていう僕たちの姿を見てほしいので、うん、ほんまに皆さん概要欄からリンク飛んで、僕たちの作品ぜひ見届けてくださいでして、ぜひ見てくださいでしてってな感じで始まったわけでございますけれども、はい、本日はですよあちらのグループのあのバージョンが出たということで、早速涼介発表お願いします。桜坂46、いくつの頃に戻りたいのか、ダンスプラクティスバージョン。はい、よく言えましたギリギリということで、チカログの桜坂会はダンプラリアクションするの、はい、2回目ということで、そうですね、スタートオーバーの時にダンス解説をさせていただいてるんですけど、まさかのまさか今回いくつの頃に戻りたいのか、ダンプラ登場と。これ何基準で出してくれてんやろ全部出して、出したしよな、全部出そうよ、承認欲求もさ、せいで、バンもさ、もうなんか今からでも見るから、見る、出してってなるやん。ほんまにスタートオーバーの時もとてもたくさんのバディーズの皆さんに見ていただいたわけですよ。まあいくつの頃に戻りたいのか、カウントダウン TV とかにライブ映えしてたんで、どんなダンスになってるのか、そして僕たちやっぱりまだ名前をね全員覚えてないので、これがあるんです。今回絶景助かるよ本当に。その絶景あることに今チキンハラスさんがありがてえと思って、マジでありがたいよね。今回はですね、桜塚46のいくつの頃に戻りたいのかのダンスにより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 注目して、そして分析できたらなと思いますので、今回もバディーズの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいなと思います。それではいきましょう、よろしくどうぞ。チカログ、それでは見ていきましょう。オープンザ PC と、な、桜坂の打ち出し方みたいなのもさ、うん、頻繁に上がるから、ね、それが結構俺は熱いなと思ってて、熱いね、ほのちゃんへの愛が最近増してて、これほんまに裏で言うからな、東海オンエアの哲也とやっぱり峯岸みなみの結婚があったやん。せやな、俺ほんまに諦めてないからな。センピアンでございます。夢あるよね。夢あるよ。あれは夢あるよね。ほんまに夢あると思う。見ていきましょうか。はい。3期もいいよね、でも。2期3期。2期3期やね。そうやね。1期生がおそらく初めていない。そうやな、いなかった。回よね。僕たちは全然まだまだ新米バディーズなんで、あれなんですけど、やっぱりその選抜に選ばれる選ばれへんで、いろいろ物議もあるみたいね。これ。まあそうよね。公式にバンって出された曲をやっぱ応援していくのが本当のバディーズかなと思います。ますので、僕たちはそのダンスをより注目して見ていくので、皆さんついてきてください。それでは見ていきましょう。桜塚46、いくつの頃に戻りたいのか、ダンスプラクティスバージョンでございます。ポチッとな。入りがかっこいい。ロゴの出し方も関係。いやおい、目まぐるしい、移動が目まぐるしい。おい、はい、ベース弾きたいな、うん、わーお、片足で、はい、ハイタッチ、うーわ、締め方やばいな、みんなの、いいね、はい、谷口はそこいのええな、
めちゃくちゃ構成移動がやばい。今のしずきちゃんいいね。いいね。俺な、最近森谷玲奈ちゃんめっちゃ目いくねんな。うんうんうん。こういう気多いね。なあ。うわ、いいね。いいね。はいはいはい。入り込みがいい。普通のランウェイ強い。このな、森田ひかるちゃんが藤吉かりんちゃんと対象やのに、うん、ちっちゃく見えへんダンスの爆発力、ね、揃ってんな。綺麗。今髪の毛まで揃ったで。はい、おい強い。やばい。定点ありがとうね。これな、俺後ろやけど松田里奈ちゃんのダンスの踊り方もめっちゃうまいと思います、うんうん、僕。はい、いや、もうワンギア上げてくるから。はい、まだ序盤やからな。そうやって飛ばしすぎちゃう。はい、出し方いい今の村井ちゃんの。はっ、おい、いいね、ほら村井ちゃんやっぱほらめっちゃブラッシュアップされてるよ。綺麗綺麗。おー、面白い。この大園、大園ちゃんと増本ちゃんもよくこう出てくるのでな。フロアやば、綺麗。喋りたいこと多すぎてまとまらへんもん。追いつかへん。うん、追いつかへん。ここや、名シーン。イエーイ、始まるよ。はい、こうやっぱお互いに訴えかけてる感じな。うん、でフロアの入り、やっぱあれどう考えても不可思議やわ。ほんまにどういう論理であのフロアいけてるかが分からへんもん。うわ、うまっ。いいねー。えい、えい、体力えぐいなあ。てんちゃんめっちゃしんどいね。てんちゃんめちゃくちゃしんどいけど、一切バテてない。なんだろう、むしろキレ増してる、うん、後半。谷口ちゃんうまいな。うまい。えい、キレ、美しい。おお、綺麗。いいね。はい。おお、ほのー、これで。はい。ほのす。綺麗。やっぱ線綺麗やわ、ほのちゃんは。は、うんうん、い。は。てんちゃん鼻ありすぎやろ。鼻っていうか魔力よな、もう。そやな。この二人ずつ上がってくる構成めっちゃいい。感情えぐい。波や波。さあ、上げてくるよ、もう一個。めっちゃいい。いやー、今のフォーメーションめっちゃおもろい。下から這い上がってきたみたいな感じも見える。おい、強い森田ひかるちゃん、やばい。えい、はい、面白い。えい、くー、もう女神降臨やん、うん、すごっ。かりんちゃんの入り込みもええな、はい、まだあげんで。いや、ボルテージのさ、天井見えへんわ。せやな。はいはい、 いや、山下しずきちゃんもやっぱバテへんな、うんうん、で、谷口ちゃん、このうわー最後そんな走らせてたん。さ、そうなるよ、これね。やっぱ最後に息遣いまで見せてくれるところが運命の。いいよね、ここが出とるな、ここが。こんだけほんまはしんどいね、ずっと。そうやね、そんなしんどいのをやっているからこそバディーズに感動を与える、うん、そして新しい新規のバディーズができると思うわ、ほんまに。やっぱこう改めて見ると、いくつの頃に戻りたいのかが、なんでダンプラを作ったかっていうのがちょっとわかる気がする、うん、そうやね。訴えかけるテーマはいつも強いんだけど、うん、そのやっぱりこう、てんちゃん4作品目のセンターで、うん、メンツもそんなにめっちゃ多いかと言われたら多くない、ね、今回やから。ダンスの振り切り方といい、なんかちょっと特別なんかもしれないな。あー、なるほどね、うん、その運営がブラッシュアップする理由みたいなのが、うんうんうん、ダンプラ出すって相当やん。そうよ、結構そのダンプラを出した意味も紐解いていけるぐらい、ダンスをちょっと深掘りしていきましょうか、うん、じゃあ。それではお次は2度目のリアクションしていくんですけれども、今回はね、名前がねちゃんと書いているので、しっかり名前を呼びながらいいところ見つけていきたいなと思います。それでいきましょう、ポチッとな。さあ、かりんちゃんの、なんやろな、ダーク感あるつえの好きやわな。ちょっと下向いてる感じな、うん、ここよ、この用意の時の音。もうそれしといたらエロいと思うもんな。今度だから作品作る時これらしまろう。はい、めっちゃいい、めっちゃかっこいいな。
走らすなぁ。チャチラス。走らせて移動させながらターンさせてるから。そうやね。ぐるんぐるん。よう体幹持つなと。えぐいな。えい。ここの爆発感いいね。で、そのてんちゃんだけが真ん中なんですよ。そうやね。で、後のメンバーは斜めなんですよ、ね。藤吉かりんちゃんと森田ひかるちゃんもこっちでもいいかなと思うんだけど、あえて一人で行かす。で、それにパワー負けしないてんちゃんの勢い。せやんな。そうやね。素晴らしいと思うこれ。一人でこんだけ見せれるのかな。そうやね。これな、片足な。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい追い上げです、ここ。この片足から、ひかるちゃんのハイタッチはなんか意味あるんかな。ヒカルちゃんのハイタッチが始まる前、このテンちゃんとの2人のハイタッチ、ほう見てね、これ、あーいいね。だからタッチしてんのは2人だけか。そうやね、ほんまや、やな、なんかあんのか、ほんまやな。はあ、これね、俺面白いなと思ったんですよ、うん、右手で振って、で、普通このまま回るんかなと思ったら、右手で振って右手で僕振り直してるやん、うん、すごいダイナミックなことを踊ってあるで、どうやもん。で、このね、谷口愛理ちゃん、身長背丈はそんなに高くないんですけど、うん、結構ダイナミックで目いっちゃうダンスしちゃいますね。うん、ええでな、ちょっとこのコントラストが面白くて、うん、その移動、皆さんから見て左側が下手って言うんですけど、下手に歩いていく流れが面白い、うんうん、自然にこう寄ってるところから、この、うんうん、4人が寄っていくところめっちゃ面白い。で、裏表やね、ここ。そうやね、裏表の構成も現在と過去みたいな感じに見えんともない。なるほど、うん、これ、うんうん、確かにいいね、この2人の山下鈴木ちゃんと成美ちゃんの、はい。で、この村井ちゃん、うん、村井優ちゃんの入り込みも素晴らしいね。ターンからめっちゃ綺麗、ね、うわ、めっちゃ綺麗、ほら。で、今の、そう、表情管理すごいよね、うん。最後の後ろのメンバーのターン、素晴らしい。これ綺麗よな、ほんまターン綺麗よな、うん。なんか今したな、この井上ちゃんもいいね。なんか今したぞ。わあ、これ回ってんねんけど、メリーゴーラムみたいな、そう、ああどう説明したやろ、回ってんねんけど 2-2 で揃えてる、ほう、この辺とか見たら分かると思うけど、うんうんうん、合流してほら、あー、なんか、うん、分かる、 2-2 で、なるほどね、そうで、このね、道作ったのね、俺すごい構成なんだけど、うんうん、気づかんもん、気づかへん。これ増本ちゃんと大園ちゃんが出てくる、うん、ここ美味しいね、美味しいよ、めちゃくちゃ美味しいよ、ここで、いつの間にかてんちゃんがセンター来てる。このポーズの振り切りやばいな。モデルでしかない。このてんちゃんの腰強いな。で、ここは強いところもあれば、足ちょんちょんが繊細、うん、つま先ね。この松田里奈ちゃんめっちゃダンスうまいと思う、うんうん、ほんまに強い。この的、これ的のちゃんっていうの、的ちゃん、的ちゃんもめちゃくちゃ綺麗やばい。3期生、あ、そうなんや、うん、おい、ここのターンね、髪揃ってんすよ、めっちゃバリソロ、じゃそのビタルサスーンって感じ。いや、ここめっちゃいい。四方八方にこれめっちゃ見えます。で、なんでこれ見えるかって言ったら、まあうちの炎が、うちの炎がね、上にして一人だけしてる。そうやね。だから見える。ちょっと話入ってこないけど。うちの炎が頑張る。炎ちゃんも前にしてたら見えへん。うん、確かに。炎ちゃん左後ろに中島ちゃんが、はい、のなんかパワフルさ。そうやな。曲へのアプローチな。うん。これすごいわ。なんか終始藤吉かりんちゃんがバリ冷静に強いのがすごい。そうやな、なんかコントラストあるよね。そう、強っ、うん、あって山下しずきちゃんアイソレーションめっちゃうまいわ。腰の上がりをやばいもん、うん、くらまない。あ、服持ってるから余計にやるんだよ。めっちゃ上がってんのほうだ。えい、細かいね振り付け、うん、高弘さんのここから上げるね、上げる。だってここでもう一ワンギ上げないと疲れてんなって見えちゃうもんね。そうやね、ここで全員上がってんのが素晴らしいよね。でこんだけ揃えてるってすごいね、やっぱ。そうやね、からのヘイヘイヘイ
頭ぶれへんよね、ここ。はい。うん、今の押し出し。押し出し。面白いよなぁ。で、やっぱ村井ちゃんはやっぱ一人になる時多いよ。そうやね。結構メイクから、うん、あのやっぱメインメンバーなんやなって思うな。うん、森谷玲奈ちゃん、最近メイクでもね。面白いなぁ。うん、このさ、これもめっちゃいいな。すごいよな、これ。これどうなってんの、これ。めっちゃ見える、これ。で、それに合わせて、膝でみんな回ってるんですよ。おぉ、そっち見なかった。線やん、同じ線やん。ほら。あー、膝で線作って。なるほどね。しっとり見えんねん、これ。これさ、今この現時点の位置で言ったらさ、まあ、独特な位置やん。はい。次の、その膝の回転で、気づいたらちゃんと列が綺麗になってんねん。これすげえな。こういうとこがチームワークですよ、グループとしてのね。この構成を考える力ってやっぱすごいね。欲しい。だから TAKAHIRO さんの生き血でも飲んだらそういう構成の魔力みたいに出るんかな。もらえるかもしれないな、ほんまに。いや天才や、天才。これめっちゃ見える、気づくものの、これすごい、めっちゃ見える。これはやっぱり他の部分を動かさず低直角でやってるから、ね、うん、手のひら伸びてね、うん、見えるわ、うん、これ面白い。上の6人は手を添えるだけ、スーッと。下はフロア、戻り方がやっぱり、うん、戻んのもよっこいしょ感ないやん。せやね、滑らかさ持ったまま。てんちゃんすごいよ、うん、はあ、面白い。ここの構成大好き。えい、きれい、はい、バトル訴えかけるパート、この辺が過去曲の振り付けなのなんかな。松田里奈ちゃんうまいわ、やっぱメイクは。はい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 、いいね、この訴えかけ。いいね、はい。これやっぱ中島ちゃん真ん中さ、うん、中島ちゃんがこう今センターで選ばれてる意味もあるんやん、うん、こう2人の間、確かに大事な部分やん。はい、めちゃくちゃ綺麗やな。綺麗。はい、後ろからスーッ出てきたな、森谷ちゃん。パッてな、一番遠いで。はい、パッて、はい、むっちゃ綺麗やな。うわ綺麗、ここめっちゃ綺麗。なんか未来への道につながっていくシューみたいなのが、なんか今までの過去のアルバムがめくられていくみたいな、はいはいはい、ペラ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 みたいな感じが見えるような。すごい、うん、ピアノ取ってるし、ピアノやね、後ろの。ここ周り合ってんねんな、腕の動き。いや胸の周り、それ、あ、そう、あ、これか。俺その後のこの腕とリンクしてる、うん、リンクさしてるのに目いったわ、胸から見よう。でその前からやわ、ごめんなさいね、なんかみんなのこれに合わせて2人がターンしてる。あー、なるほどね。だからこれ全部リンクパートや、うん、これほらターンしてる。あー、はいはい、移動するんやね。で、テーリングさせて、うんうん、うわー、だから揃ってみんのか。で、ここで聞いてんのがてんちゃんのふわ、てんちゃんのふわ、で、周りがふわ、てんちゃん上がる、ファー、広げる、やばやばいな。荒く見えて、計算されてる、やっぱり。これ集まんのいいね。もうさ、髪の毛が前にさ、来て邪魔とか関係ないやん。関係ない、関係ない、これはもうこのままやな。なみなみ打ち寄せる波、はい、行くぞーって言いたくなもんな。ほらーみたいに言いたよな、うん、この構成もおもろいな。角度もすごい計算されてると思う、うん、気になってやっぱみんなリプレイ回数最もいい部分ですよ。いや、そらそうやで、角度見たなるよな、うん、やっぱりてんちゃんの首強すぎるわ。いや、そのな、藤吉かりんちゃんってスタミナバケモン、バケモンやな、ずっとできるな。一回も口開いてない一生鼻呼吸、鼻呼吸、ほんますごいよ。ターン、今のターンでさ、執着点揃えんのバリムズない、そんな綺麗に揃う、このスピードで揃うな、ほんまやな、前にな、うん、でその前からのほのちゃんはな、後ろに行くねんだよ、うんうん、一番遠い
みんなが力を与えてるみたいな。ほやな、それぞれのドラマみたいなもなんかあるよね。ありそうやな、うん、うわ強いな。井上ちゃんもめっちゃいいけどな、この足に今いるけどさ、ダンス綺麗よ。へいへい、松田里奈ちゃん体力すごいな。すごい、もうみんなすごいけどさ、うん、選ばれてる意味みたいなのが分かるわ。そうやね。これ最後もさ、2人めっちゃ遠いからな。誰最後一番遠かったの？松田里奈ちゃんとマトノちゃん、マトちゃんと橋が一回中入る、はい、中入って、もう回一番遠く、うん、あ、だから、だから、え、ちょ、これ誰が一番遠いか、村井ちゃんと森谷玲奈ちゃんじゃん。あ、そうや、そっち森谷玲奈ちゃん、うん、名前が分からない。ほら、森谷玲奈ちゃんと村井ちゃんや。最後のフラつきのが、うん、あのリアリティを醸し出してるよな。ということで、桜坂46いくつの頃に戻りたいのか、この曲がダンプラに選ばれた意味が分かったような気がします。総じて最安の頃でございます。おもろいわ。一回閉じましょう。チカログ今回ダンプラのリアクションをさせていただいたということで、ダイナミックやけど緻密に計算されて、かつ2人ずつとかにはなるんやけど、うん、個性にちゃんとフォーカスが当たるような流れになってるなっていうのはちょっと解釈としてはあるかな、自分の中で。なんかほんまに計算し尽くされてる感じするよな。そうする。踊り方の種類としては振り切るタイプ、うん、全力タイプだと思うねんけど、だから揃えるところは揃える、うん、ただその揃えてるとこっていうのは構成を見せたい時だけ、うんうんうん、それ以外はもう自分の感情を打ち出せっていうような、これは表現の共通で持ってると思う。3期生のドキュメンタリーを途中まで見させてもらってるんですけど、はい、なるほど。この新曲の振り入れが1曲3時間なんですよ。1曲3時間、1曲を3時間で振り入れする。え、それは振りだけ、構成も、構成は多分後かな、多分振りはとりあえず落とすね。全部やろ、4分何秒の。え、すごすぎ。だからそんだけ短スパンで曲も出てくるんやと思うし。なるほどな。個人的な思いとして、うん、はい、そのドキュメンタリーを見た後にこれを見たら、うん、3期生がいるとちょっと感動するって。ははは、そういうことね。そう、その過程をちょっと見てるからさ。そうだね。めっちゃ苦悩して、めっちゃ苦しんで、でやっと認めてもらえてとかがあって、ここにいることにちょっと感動してる。これ俺気になるのが、全員に振り付け与えられてその中から選ぶのか、そもそもそのもう踊る練習の時から選ばれてるのか、どっちだよ。もう選ばれてるんちゃう。何基準で選ばれるのな、これ。そやな、確かにな。1期生全員いい日もあるし、うん、だからこそこう3期生とか2期生が堂々とパフォーマンスしてくれてるから、うん、物おじせんと、1期生が今いなかったとしても強いんだよ私たちはみたいなのはちょっと見えるから。そやね、まあ、それでめちゃくちゃ最高なんですけど、全員で出てる曲ってないかな、今俺らが見た中ではないんちゃう。結構まあフォーメーションって分けられてるやん、曲で。ああ、全員で1曲っていうのあるんかな。カモンカモン教えてください。全員の曲出してくれと。あったら住みたいしね、また。そうやね、確かに、うん、いや俺はちょっと一個願望は紅白出てほしい。あー出てほしい。紅白でこの爆発力見せたらやばいと思う。やばいな。やばいし、俺は、まあ、なんだかんだ紅白見ますから、うん、このチカルゴやり始めてから紅白のリアクションするのがなんか年始の恒例行事の中に桜塚入ってほしい。嬉しいね、マジで。でそれぐらい今年勢いあった年やと思うねんな。いや全然あるよ。で去年からさ、うん、めっちゃあるから、やっぱり紅白での桜塚みたいなってのはありますね。はい、いろんな夢をバディーズの皆さんと共に叶えていく桜塚の姿を今後も見ていきたいですしね。楽しみでして。というわけで僕たち YouTube 近いは年内チャンネル登録者数10万人を目標に日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。ってな感じで今回これで終わります。せーの、バイバーイ。いやー圧巻やった。あ、ほんまに天ちゃんやっぱ美しいね。天ちゃんって天以外の名前が浮かばへんな。せやな、なんかもう天やトップやな。トップオブザアイドルであり、
一人でも強いっていうのはやっぱグループとしての大きな武器よね。やっぱあんだけいてもやっぱセンター行ったら10人分ぐらいのオーラの出し方するやん。パッて見えるもんね。これやっぱ最多センターよ。いや目引くもん。なるわ。なんかセンターなるべくし生まれたみたいな感じするもう天性やな。な、天性の天は天やな。確かに。あ、素晴らしいわ。すべてつながってる。すべてつながってますわ。天命やわ、うん、面白いな。やっぱダンプラもっとみたいな。ダンプラはやっぱな、銃はあんのにな。出し惜しみしてるからあるわもっと出そう。ゼッケンがまたええからな。そう、ゼッケンってやっぱ分かるし、でやっぱそれぞれのファンの人がいるからさ、うん、それぞれのバディーズがいるから、お、うちの推し来たみたいなってなるやん。リアクションしやすい。しやすい、しやすい。やっぱでも顔覚えてな、せやかな、深掘りできるように、うん、ちょっと頑張りますわ。あんだけいたらでも多いけど、やっぱあん中で生き残ろうってする、選ばれようってする桜坂一人一人のメンバーのプライド、うん、みたいなとこも感じるから、俺らもいろんなリアクション系 YouTuber いるけど、俺らも一番楽しい動画撮っていこうでして、頑張るでして。